ソイクシュンは、新末中華民国の政治家。北京政府、安ン派に属した。字は、クモハイ、またはクモハイ。1897年、定有化巨人。成長においては、地方官職を歴任して、有田部三事まで至った。中華民国成立後は、北京政府の交通部で、各職を歴任し、1914年、陸軍部軍事所所長。 カルガン口オ無計画書経理となる。1916年、国務院、秘書、警官鉄路局長となる。翌年7月、断基髄の長軍討伐に随従し、内逆軍総司令部軍事所長に任じられた。これにより、ソイクシュンは、暗記派、交通系の政治家と目されることになった。1918年、参議院議員となる。同年10月には、 交通部次長兼鉄路総弁となった。翌年、河越間鉄路、ただし弁となる。同年6月、仙路を君内閣で54運動により辞任した総助林の公認として代理交通総長となる。そのまま12月には、雲法内閣で交通総長に正式に任命された。しかし、1920年7月の安直戦争で安期派が直令派に敗北すると、 ソイクシュンは指名手配され、天津に逃げ込んだ。1924年11月、ダンが臨時失勢として復権すると、そもそも幕僚として復権した。ところが翌年、国民軍に逮捕、拘禁されてしまい、なんとか逃亡した。国民政府の北伐完了後は、国民政府からも指名手配を受ける身となっている。1938年、 南京の中華民国維新政府から民間の誘いを受けた。しかし、祖育春はこれを拒否して、香港に逃れた。同年6月、重慶に移る。国民政府から賑やかずみ委員会委員に任じられ、1941年5月まで、その地位にあった。中華人民共和国成立後は、天津に偶居している。1967年11月14日、死去。 去年93、ありがとうございます。